皆さんこんにちは。オードリーさんの前でマジックを披露した伊藤海人です。さあ今日もですね、デック紹介をやっていこうと思うんですけれども、今回ご紹介するのはこちら、バイスクルの、ゾンビデック、こちらをご紹介したいと思います。で、デック紹介なんですけれども、以前にね、ドラゴンボール Z デックっていうデックをご紹介したと思うんですけれども、あれで全部紹介したんじゃないかなって思ってたんですけど、さっきね、自分の動画を見返してたらですね、そういえばまだゾンビデック紹介してなかったなと思ってたので、今回ね、こちらを皆さんにご紹介したいと思いますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、では早速おなじみの箱の紹介からしていきたいと思います。で、おなじみのバイスクルというブランド名が書いてあって、で、真ん中にはね、大きくゾンビが描かれています。で、これ色合い的には、ミントグリーンかな?ちょっとわかりませんけど、こんな感じ。で、これ服着てるんですけど、これジャケットかスーツかわかりませんけど、こんな感じ。で、白のカッターシャツに、紫と、黒のネクタイをしてますね。こんな感じ。で、ものすごくね、ガリガリです。で、髪の毛もね、めちゃくちゃ短いです。で、横はこんな感じ。メイドイン USA ですね。で、こっちには、Do you want to... なんだろうこれ。わかりません。こんな感じです。で、下はこんな感じ。2012年製ですね。KY 製です。で、そして、裏面ですね。ゾンビがね、こうやって引っかいてるようなデザインになってますね。なかなかかっこいいね。はい。で、上こんな感じ。ちょっとね、シールが貼ってあるので、わかりませんけど、スタンダードサイズって書かれていますね。で、こっちはちょっとわかりません。はい。箱の紹介は以上になります。では早速ね、中身を見ていきましょう。で、表面はこんな感じで、ちょっとね、デザイン的にもすごく変わっています。これダイヤの10なんですけれども、ちょっとね、大きさが普通のバイスクルとは違って、ちょっと小さめになっています。で、真ん中の方にはね、これわかります?文字が、書かれていますね。こんな感じです。これ一枚一枚にこんな感じで書かれています。で、絵札はね、こんな感じで、ゾンビのデザインになってますね。これちょっと怖いね。で、これは、スペードのクイーン。これもなかなかだね。ちょっと変わった作りでいいね。はい。絵札はこんな感じでゾンビのデザインになってます。ハートのキングですね。で、クラブのクイーン。こんな感じ。で、そしてスペードのジャック。すごいね、これ。片目えぐれてるよ。本当に、こんな感じで。で、スペードのキング、こんな感じ。で、クラブのキング、こんな感じ。すごいね、これ。なかなか。で、ジョーカー、メインですね。白黒です。なんかね、這い上がろうとしてますね。なんかデザイン的に。で、ダイヤのキング、こんな感じ。で、ハートのエース、こんな感じ。なんかね、ここにもハートが書かれていますね。なんか服の、デザインの一部かなって思いますね。で、ハートのクイーン、こんな感じ。で、スペードのエース、こんな感じ。で、クラブのジャック。ハートのジャックですね。いや、どのね、絵札もめちゃめちゃ、怖いですね。こんな感じ。ダイヤのエース。で、エキストラジョーカー、こんな感じ。同じだったら結構いいんですけど、エキストラジョーカーだとちょっとね、微妙な感じがします。で、ダイヤのジャックはこんな感じ。
で、クラブのエースですね。はい。ちょっと変わった表のデザインですね。では続いて裏を見ていきましょう。はい、こんな感じです。まあ、表面のこのデザインはね、普通のバイスクルとかとちょっと似てますけど、ただね、デザインがね、ものすごく変わってますね。こんな感じで、四隅、これ、ゾンビの手になってますね。で、しかも、この真ん中の、丸いところの中に描かれている、これなんだろう、王様かな？ちょっとわかりませんけど、これもゾンビ仕様になってます。で、この状態でちょっとね、広げてみましょう。まず表で広げると、こんな感じ。あ、これ皆さんわかります？広げるとね、表でね、広げると、この赤い線のところ、線のところっていうか、この部分が、広げたことによって、繋がっているように見えるんですよね。これなかなかいいね。で、裏で広げると、こんな感じ。まあ、こっちもね、なかなかいいね。この赤いところが目立って。で、印刷のズレは、まあ、そんなにないですね。じゃあ次、混ぜてみたいと思います。なかなか混ぜやすくていいね。まあ、すごく弾力もあるので、まあ、安定のバイスクルかなって思います。で、これ確かね、値段いくらだっけな？まあ、そんなに高くはなかったと思います。まあ、1000円いかないぐらいだと思います。まあ、ですので、まあ、もしね、見かけた際は、ぜひね、買ってみてください。多分、ネットだと、簡単に手に入るんじゃないかなと思いますので、ぜひね、興味のある人は買ってみてください。で、まあ、こんな感じで、テーブルリフルも、やりやすいです。こんな感じで。めちゃくちゃ入りやすい。で、あとね、ファローだね。ファローも、入りやすい。なかなか。こんな感じで。で、あとね、ファンしてみると、こんな感じ。まあ、特にね、表で広げた方が、ここ、目立っていいよね。この赤い部分。こんな感じ。見えるかな？これね、まあ、開封してから、まあ、多少は使い込んではいるんですけれども、まあ、若干質が落ちてるかなっていう感じ。今の段階では。触ってみてね。まあ、でも、まだ全然滑るんで、問題なく使えてます。はい。はい、ということで、一通り、デックの中身について見てきたんですけれども、ここでね、先ほど登場した、ゾンビのデザインについてもう一度おさらいしたいと思います。で、まずね、こちら、4種類のマーク別についてちょっと分けてみました。で、まずね、スペードなんですけれども、まずスペードのエースはこんな感じ。で、そして、スペードのジャック、こんな感じですね。で、片目がもがれてますね。まあ、片目どころじゃないね。こんな感じ。で、そして、スペードのクイーンはこんな感じ。で、そして、スペードのキングはこんな感じですね。はい。まあ、すごくね、どれも、ちょっと怖い感じはしますけど、でもね、面白いデザインだとは思いますね。で、続いてダイヤですね。まずダイヤのエースはこんな感じ。
めちゃくちゃ細いね、これ。で、そしてダイヤのジャックは、こんな感じ。で、ダイヤのクイーン、こんな感じ。で、そして、ダイヤのキング、こんな感じですね。で、そして、こちら、クラブのエースは、こんな感じ。で、ゾンビの、デザインについては、天地はないんですけれども、ただね、この真ん中の文字がちょっと、天地がありますね。ひっくり返すと、こんな感じで逆さまになってしまうので、そこら辺がちょっと気になりますね。で、クラブのジャックはこんな感じ。で、クラブのクイーンはこんな感じ。で、これ多分ね、女性のゾンビかな?だと思うんですけれども、髪型が金髪ですね。で、そしてクラブのキングはこんな感じ。なんかね、この服が、ちょっと破けてる感じもものすごくリアルですね。で、そして最後、ハートですね。まずエースはこんな感じ。で、ハートのジャック、こんな感じ。なんか首をかしげてる感じかな。こんな感じ。で、そしてハートのクイーンはこんな感じ。なんかね、この、首にぶら下げれてるのが、なんだろう、アクセサリーかな?ちょっとわかりませんけど、こんな感じになっています。で、そして最後、ハートのキングはこんな感じです。はい。っていう、まあデザインになってますね。はい、以上がね、ゾンビたちのデザインでした。まあどれもね、めちゃくちゃ良かったので、もし皆さん気になる人いたらぜひゲットしてみてください。はい、ということで今回はバイスクルの、ゾンビデックっていうね、一風変わったトランプをご紹介したんですけれども、もうめちゃめちゃかっこいいデックでしたね。で、これ確か冒頭にも言ったと思うんですけれども、もうこれ売ってないと思いますので、ただ、一部のオークションサイト、まあネットとかにはね、このデックあると思いますので、もしね、興味のある人は買ってみてください。本当にね、コレクションには最適だと思いますので、もしね、気になる人いたら、ぜひ買ってみてください。はい、ということで、この動画もしよければ、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。またその他、Twitter、Instagram、LINE ブログ、TikTok もやっておりますので、説明欄よりフォローお待ちしてます。そして、私、伊藤海斗、2年前にテレビ出演もしました。その動画のリンクを説明欄に貼っておきますので、ぜひチェックの方をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。